航空事故に遭遇し、焼け焦げた郵便物クラッシュカバーとは、交通機関の事故によって、低層が妨げられる等の郵便事故に遭遇した郵便物を指す。競技では、航空事故カバー、つまり、航空事故の事故機から回収された郵便物を指し示す。しかし、講義では、海難事故や鉄道事故など、様々な事故によるものも含む。通常、郵便物の低層には、 様々な交通機関が使用されるが、何らかの事故によって、例えば地震、水害などのため、交通が滞り、延着することがある。この時、遅延の理由を説明する説明文を記した付箋、もしくはスタンプが押される場合がある。また、輸送機関の事故の中でも、船舶の遭難や航空機の墜落に遭遇した場合には、郵便物が滅出する場合も少なくない。 たとえ運よく回収されても、その郵便物は既存汚損を受けている場合がある。そのため、付箋やスタンプに加え、テープで補修したり、別の封筒に入れ直し、受取人もしくは配送人に送り返されることがある。それらクラッシュカバーは、切手収集家や歴史愛好家によって高額で取引されることがある。切手収集家の中でも、 航空郵便紙コレクションを専門分野に収集する者にとってこのようなクラッシュカバーは非常に珍重されている。特に悲劇的かつ重要な事故に遭遇したクラッシュカバーほど珍重される。ありがとうございます。